はい、えー、ずいぶん前のことになりますけども、ツイッターでね、池田佳代子さんという方があ、こんなメッセージを出しているんですよ。で、あれからね、えー、この池田佳代子さんの願いがあ、叶ったわけですけども、嬉しいですかねどうなんでしょうか楽しいでしょうかなんか一頃によると、どっかの社長が北海道好きので、どんちゃん騒ぎをね、この度していたみたいですけども、この方も参加してたんでしょうかね この,なんかね、この言葉はよよく使えるなと思いますよね日本語ってのはもっと美しいはずだったんですけども、うん、もしかしたらこの方は日本人の一人がこういう風にね命を落とすことを願うような人だったのかもしれないですよね、うん、まあひどいもんですよね、うん、あれからどうですかねこの人、まあ、この人にねあのなんかこうちょっと逆に集中砲火が なければいいなって気がするんですけども確かに自ら撒いた種とはいえでこの方がねこういったことを表現してそれを見て「よし俺がやっちゃる!」みたいな人が現れないでもないとも限らないわけですよね。で現れちゃったんですかね。うんまだね事件っていうのは一体どういった動機でそうなってしまったのかっていうことが全然わかりませんけどもうん、まあ、ただこういうふうにね 言葉の力って言葉ですからねいろんな悪霊が取り付いたりするわけですよでそれがこういうふうに毎日見えるようなインターネット上にあることによって何回も何回も反復するわけですよねその思いってのが膨らんで大きくなって逆に平成26年から毎日インターネット上にこの言葉が存在してその言葉に言葉がついて そして、お金で言ったら利息みたいなのがついて、とてつもなくね、大きな風船のようになって、ある日爆発してしまうってうことは、まあ、考えなかったのでしょうかね。うん、池田加代子さんにもし、お母さんやお父さんがいらっしゃって、こういった発言をしているのを見たとしたら、どう思うでしょうか。そして、全国のね、同じ名字を持った人。 安倍という名字を持った人がこれを見て、池田海浩さん、素晴らしいその通りって思うでしょうかね。うーん。なんか逆に恨みを買っちゃうような気がするんですが、そのあたりはどうだったんでしょうか。はい、じゃあ今回はね、えー、こうちょっと寂しい四文字を見てしまいましたんで、動画にさせてもらいました。まあ、池田海浩さんがね、えー、なんかどんな人生をこれから送るのかわかりませんけども、 それぞれぞのの人の心には魔物が住んでますその魔物をどう抑えていくのかいつ解き放たれてるのかそれは誰にもわからないということなんでしょうか。